どうも、ダーキョンの道のりです。ダーキョンの吉原です。よろしくお願いします。何ニコニコして何何よニコニコしてられるのは今のうちです。なんで、まあ、今日ちょっと雨なんで、ここにいつもと違う場所に来てるんですけど、まあ、あちらにね、恒例のプリクラがあるのがありまして、そんな企画でもやったんですけども、もうスタートだったねマジ不仲だったらあんなん取れんけどな。そう、まあその企画を作ったのに限らず、別に不仲と関係なしに言いたいことはきっとあるだろうということで、もう女子全員、あ、そうなんだ。そうなんですよ、女子全員やろうということで。じゃあさ、うちらさ、普段さ、言えないさ、感謝の言葉の方にしよう。なんか、なんでですか。だってさ、言いたいの感謝を私に。そう、なんでよ、言ってよ、いつも言わないから感謝。え、ちょっと今私一生懸命普段言いたいことばっかメモしてきたんだけど、どうしよう、私ばっかさ、出なくさ、出なくさって言って出るのはさ、一生懸命たまちゃんいつもありがとうって感謝してくれたらさ、最悪じゃん、うん、まあそこも込みじゃん、そこはもう自分の判断ということで、そういうのもありかもしれないということで、普段言えない、普段言えないこと、あ、そう普段言えないことも、でももそういうのにやっていきたいなと思います。ではプリクラ撮っていきましょう。ということで、じゃあそこの銀のやつを保護してんの、え、保護してんの、この銀のとこを聞かない、保護してんの、保護シーラーって聞かないですか。可愛いでしょ、聞かない。はい、ということで見せ終わりました。見せ合ったみたい、10万したわ、見せ合いパッドみたい、撮り終わりましたけれども、じゃあ早速でも渡していきましょう。まあ交際しましょう。どうぞ。はい、もらいます。はい、レナから私に、私がレナに普段言えないと言いたいこと、私はインナーが一番好き、早く大学卒業して大学在学中ですじゃないのよ。だって私はインナーが一番好きって言われました。あ、じゃあこわこわこわ、引っかからないの落ち着いてレナちゃん、引っかからないの落ち着いてレナちゃん、その100人一周みたいな、なんか2回読み上げて、うん、インターンルーム紹介してもらって、お笑いの過ぎてカッコカチな、怖い、ついていけない、はい、涙、はい、この3つを書きました。大学在学中の大学中結構いろんなね、場面で、あれもう大学生なんだっけ、そう、あ、大学まだ生ではいますけれども、はい、ちょっと教えてください。ダブっているので、みんなからが食べているので、はい、卒業してください。今年のだって3月じゃない、まだタイミングはあるけど、ちょっと目指すタイミングとしては、まあ、そう、どうなの実際、わからない。え、書くにはだいぶないんだ、まだまだ。絶対卒業してください。いやです。え、だって卒業したって1回あれしたんじゃないの。ねえ、いや、頑張ってますけれども、みんなからが一番好き、もうマジ、はい、マジ、私、大学卒業してほしいの、マジ、はい、2個目、つっかからないの、レナちゃん、落ち着いて、レナちゃん、落ち着いて、落ち着いて、レナちゃん、渋谷で一番落ち着いてたよ、落ち着いて、つっかからないで、今、渋谷でつっかかりそうになったことあるわ、え、渋谷で、もタマちゃんいなかったかな、なんで、ハロウィンの日にライブ出させてもらって、無限大で、そうだったね、で、渋谷、うんうんうん。まあ、なんか規制されてたけど、めっちゃ人いるみたいなので大変だったじゃん。そうだったね。で、警備員の人とか行くよ、私はさすぐ仕事してね、帰ってるわけね、立ち込まないでくださいって、何さ、なってなった、やったで、なんかギリギリクラスのところに来てたから、なるほどね、5歳の人がいれば、おっさんになっちゃった、せっかくないのこれが今日やりたかった、これレナを抱きしめるって、はい、引っかからない理由です、うん、で、3つ目、お笑いの多すぎて怖いついていけない、うん、これは、なんか書くか正直迷ったんですけど、うん、きっとお笑いなんだろうけれども、私にはどうしてももう分からないぞっていうことがやっぱり多すぎてしまって私、トラウマ映像があるんですけど、え、なに、人が壊れそうになっている瞬間に大爆笑しているレナが怖くてしょうがない、うん、でもきっと、うん、
すごく面白いことなのよ、それって、うん、きっとね、うん、私には分かれないけど、うん、それを見た時に、うわお笑いって、なんか、うわ私にはやっぱり分からないところがいっぱいあるなって、そこで思ってそんなひどいおもちゃないけど自分が分からない時にパッて受けてると、なんでなんでなんでってあると、やっぱ分からないと怖いなっていうのがあって、笑いもすぎてちょっと怖いなっていう。ソナーさんが分かるという感じをしてて、本当に面白かった。見返してみ、ソナーさんが一生懸命喋ってるってこうやってるから。いやでもあれを胃の一番ででけえ声で笑えるのがすごいわ。どうしてもなんか、いやいいんだよ無理にエントリーしなくてとか思っちゃうやつなの、うん、でもあれを笑えるのも一個救われる部分じゃん。あーそう、まあソナーさん胃の一番にバーンって出る、あの蓮見さんとレナが。だからやっぱすごいなって思う、そこはすごいなって思うのと反面怖いなって思う。これがいいところ。ありがとう。じゃあ、はい、レナからもらった言葉を紹介します。まずくっつきすぎて顎伸びて、じゃあこれちょっとね、くっつきすぎて顎伸びてます。これね、写真今出てるの、ハマちゃんのさ、顎見てくっつきすぎて城之内みたいになってる。プリクラはくっつきすぎると顔を感情しなかったり顎伸びたりします。わかりました。すいません、タイムリーにくっつきすぎて顎伸びてるよって言われました。めっちゃ伸びてたことですね。と、なんですか、これドッスンですか。ドッスン、ドッスンと書きました、マリオのね、うん、ドッスン、ドッスンを頑張って書きました。はい、めっちゃ似てるけど。と、オレンジヘア過去一、うん、オレンジヘア過去一もらいまして、はハートが3つ目かな。私はびっくりしていたというのが私のすべて。そこにそうそうメッセージとかじゃなくてデタッチを優先する。なるほどね、さすがですね。なんだけど、はい、考えてきてってさ言ってくれたこういう企画撮るよ撮るよって。なんかオレンジヘアかっこいいしとかは思いついたんだけど、あの私多分本当にあんまりそんなに人に興味がないから、あーなるほどね、なんか思いつかないんだよ。真逆だね、どんどん出てくる。あいや忘れたくって思うね。これ今の状態を一番尖ったことで言うと、うん、はい、どうでもいいんだと。あーじゃあそれが逆に一番今刺さってるかも。どうでもいいかって。どうでもいいから、タマちゃんがどうでもいいんじゃなくて、多分そう、私があんまり自分以外のことに興味がないから、なるほどね、そうなのか。だからドッスンって。ドッスン、うん、じゃあそういった意味が全部出てることね。怒った顔がドッスンに似ている。母ちゃんは演技の時に、よく目を開くので、そうそう、ドッスンと同じ目をしています。あ、でもいいね、なんかめっちゃ色出るって。そう考えるとその、うん、どうでもいいっていうので逆にその落書きに全部出てるじゃん。ほらレタッチがいる、レタッチがいる。そんなことより顔、そんなことより可愛くなるのそうなると思う、ね、いやでもだから出てる、いいね、色すごいね、出た、ありがとう、出てる、めちゃくちゃ色が出てる。でもそう、オレンジヘアとかここにあった、あった、そう、マジかそう、嬉しい、これは嬉しい。でな、さりげなく人がいないところでまっすぐ本人に向かって褒めてくれるから、なんかあー私に向けてやってほしかったよ。あーとか言っちゃった。いいですね、シャラレナは興味がない、どうでもいいという言葉でニコニコドッスンとかハートとかをもらいました。あと、うん、あの別にこれは普段言えないから書いてる、普段言えないことを書いてる、そうですね、言えるから言えたけど、うん、機械とか、あの機械っていうのもそのメカのみならず、コンビニのコーヒーとかドリンクバーとか弱すぎ。はいはい、そう確かにな。じゃあ文明に追いついていない、文明に追いついていないって書けばよかったわ。おでも確かにそれだとなんか一番興味あるっぽそうな言葉、文明に追いついていない。何かを始める事前のところで分かんないしなってやめちゃって、たまちゃん怖くないよ、これこうやってやったらできるもんだからね、ちゃんと端的に説明する。チャージスポット借りれる？借りれない。充電知ってる？充電、もう一個のチャージスポット。充電？充電、言葉さんの知らない充電、充電しましょう。でも街中で文明のやつ絶対充電終わったら終わりだと思って、どうしようもないと思って、この言える言葉でちゃんと刺されました。
どうしたらいいんだろうね。運命に引き付いてない人はどうしたらいいか。大分とかに引っ越したい。大分とかで、あの、のどかな暮らしを。なるほど。それはもう、もう 今からもう令和6だ、うん、6年に今から全部の文明に追いつこうと思ったら間に合わない。間に合わないか。もう手遅れか。もうだいぶ。大分はもうまだあれだな、なんかボツワナとかボツワナとかで、あの、のどかな暮らしをするのがもはや遮断するといいかもしれない。中途半端になんかあれじゃなくて、全てを不便な状態にして、そこで生きていく力を培ってください。土の方が向いて今でこそ iPad で編集してるけど、ちょっと前まで iPod タッチで編集してたから、信じられないでしょ。信じられなくなる。すごいすごい。平成に取り残されたものかも。本当にそうかもしれない。やばい。だから、わかんないことがあっても、まずチャレンジするね。日本語を通じる。いや、ボツワナに行ってください。これですよ。人に興味がない。ボツワナに行けばいい、ね。バイバイ。今日で最後じゃねえか。じゃあ今日で最後。でもらいます。まあまあ、お互い言葉をもらいましたんで。うん、でも落ち着いて。これが私が一番好きなものなんで、うん、よかったら、まあ、後ほどちっちゃく切って、突っかからないのをスマホに入れてもらえればなと。なんでそんなスマホに入れなきゃいけないの。それは、多分ちょっと、突っかかって。なんで大丈夫、あなたは悪くない、あなたは素敵だ、ずっとそのままで大丈夫だから、つかからなくても大丈夫だ、またね、人もついてくるから大丈夫だよ、素敵だ、ねえ、よしよし、なんかまた、よーし、はい、ということで、プリクラで普段、ふだん、言えないことを、企画でした。どうもありがとうございました。